ハロルド・ジェイコブ・ロームは、アメリカ合衆国の作曲家、作詞家、ミュージカルの脚本家。コネチカット州ハートフォードで生まれ、地元のダンスバンドでピアノを演奏し、イエール大学で建築と法律を学びつつ、作詞作曲を行っていた。卒業後、ニューヨークで建築家として働いていたが音楽への興味を持ち続け、複数の地元のバンドの編曲。 アディロンダック産地のユダヤ人向け秘書地であるグリーン、マンションズで行われるレビューの作曲などを行っていた。当時のロームの音楽の多くは社会を意識したものであり、ブロードウェイのミュージカルの出版社が多く集まっていた。ティンパンアレイからはそれほど興味を持たれなかった。1937年、時事的、レビュー、ピンズニードルズの作詞作曲及び、 共同脚本でブロードウェイデビューを果たした。当初この作品はサミュエル・ローランド演出による小規模ブロダクションのために執筆されたものであった。2週間上演の後、当時ストライキをしていた国際婦人部クロード組合のメンバーたちにより上演された。しかしその左翼的テーマにより、イルグ会長のデイビッド・デュビンスキーから上演中止を求められた。 最終的に上演は多大な成功を収め、1108回、上演を閉幕した。1938年、この成功によりジョージ・エスコー・フマンと、モス・ハート・アロームに、自治的、レビュー、シング・アウト・ザ・ニュースでのコラボレートを申し入れた。1949年、フランスのアン・リベティ作曲、エディット・ピアフ作詞による、メチュエ、セクジェ・アイ、オ、ホワット・キャン、アイ・ドゥとして、 英語の歌詞を執筆した。1940年代初頭、デビューやショーの作曲を行っていたが、第二次世界大戦後、デビュー、Call Me Mr. で成功を収めた。1952年、ロームにとって、初の本格的ミュージカルとなる、Wish You Are Here の作詞作曲を行った。ロームが作曲したブロードウェイ作品には他に、f ァ n n y ジン バーブラストライサンドのブロードウェイデビュー作、あなたには、おろし寝で、人種や宗教を扱った、ザ・ズールーザ・ゼーダがある。1965年、ジェラルド・カルビ作曲のラグロッセ・バリーズの作詞を行い、54番外劇場で短期間上演された。1970年、風と共にサリヌのミュージカル化、スカーレットを、 日本人キャストによる東京プロダクションのために作曲した。その後英語版がロンドンとロサンゼルスで上演されたが、あまり成功しなかった。また、裏窓、怒りをあげて、万来の観光、ブロードウェイなどの映画で、ロームの曲が使用されている。1991年、ミュージカル界に多大な貢献をしたとして、ドラマデスクアワード特別賞を受賞した。同年終盤、 アメリカ舞台芸術の伝道に伝道入りした絵画などの芸術収集家でもあった。1993年ニューヨークにおいて脳梗塞により85歳で亡くなった。ありがとうございます。